誰も教えなかった英会話学習。その10ですね。take のフレーズでこれだけ話せる。で、何度も申し上げましたが、take の基本的な意味は取っかかるということでしたね。つまり put ですね。荒らしめて、つまりある状態位置にある。その荒らしめられたものを、そこからこう、取っかかってですね、取る、外す、移す、持っていくというのが take なんですね。で、take は自分の所有にする、つまり get じゃなしに、取るという動作を主にして述べる動詞だということなんですね。言い換えればですね、まず手に取って持っていくまでの、いわゆる取っかかり、つまり発端の部分が take が持つんですね。そして、それをある場所にあらしめる。つまり終局部分。これが put の受け持ちということになりますね。take されるものは有形無形を問わない。つまり、取っかかるというのは有形無形、問わないということですね。で、つまり、take するのは手によってだけでなく、口でもいいし、頭の中へ take することもできる。つまり、食べる、飲む、理解するなどの意味が、付されている。ね、付けられているのも、この take で可能だということなんですね。そして以下の文例、英文を見てください。すべてもちろん、動詞は take です。ところが、この目的語によってですね、その take の意味がかなり変わってきておることがわかりますね。お金だったら受け取る。まあ、賄賂も受け取るということでしょう。はい。食べ物だったら十分食べる。はい。時間がかかってもいい。やってみよう。take a chance というのもあります。はい、5拍子でやろう。これ、ジャズの名曲で Take 5というのがあります。つまり4拍子、3拍子、ワルツですね。そうじゃなしに5拍子でやろう。Take 5。で、これジャズの名曲があります。それ Take a train。Take a train。これは A 列車で行こうというふうに訳されている。これもジャズの名曲です。で、次、Take the 横須賀 line。横須賀線に乗る。つまり、次は乗るになったんですね。で、Take trains になったら乗り継ぎをする。はい。take action になったら行動を起こす。つまり take が起こすとなってるんです。はい。ここでね、よく考えてください。つまり、奥田さんは16の動詞でほとんど、日常会話のほとんどができるとしたんですね。ということはですね、私たちが使っている日本語の動詞ですね。それがたった16に当てはまるということなんです。つまり、16で表現できる。これが英語だというふうにことなんですね。英語だということなんですね。で、私たちがこの英語の発想を身につけるためにはですね、この16の動詞のうちのどれが、この自分の言いたいことに、の時にこう使えるかということを考える方がいい。だから、特定の動詞の守備範囲と応用範囲をですね、極めようと。いうことで、このブログもやっているわけ、アップしているわけなんですけどね。つまり、take だけの意味をいくらとこう覚えても、ね、ダメです。で、例えばですね、お金を受け取るというのは、これ get the money、get を使ったらどうなのか。take the money と get the money 違うんですね。で、take というのはある選択の余地があって受け取ってしまったみたいなとこがあります。ところが get はもう手に入れたんだと。自分のものにしてしまったんだという意味がありますね。だから、こういうふうにして、所詮はですね、この動詞のフレーズを、こう、ひとまとまりの単位あるものとして覚えてしまおうと。ね、で逆にですね、日本語訳というのは、それに付随したもの、単に付随したものであるということなんですね。そういうことをきちっと認識しておくことが大事だと思います。ところで英語で大事なのは、彼らは方位や空間で物事を捉えると言ってましたね。例えば「take down my word」「私の言葉を書き取ってください」と。これはなんかペンを下ろすというイメージですね。神は下にあるから人の言うことを書き取るというのは「take down my word」「take my word down」とも言います。で、あるいは、take ですね。she quickly took her dress off。つまり、彼女のドレスに取っかかってですね。そのドレスが急速離脱。だから脱ぐということになりますね。それをもうちょっとの take off というものを強調してですね、took off her dress というような表現もありますよね。そして、この逆に put を使えば荒しめるですから、put her dress on。はい。her dress is on。ね。彼女のドレスが密着継続してるよということで、これは着るという意味になりますよね。take をですね、連れていく。まあ、人とか動物だったら連れていく。そして物だと持っていくという意味で覚えておられる方も多いと思いますね。しかし、プットのところでもお話ししたように、テイク、プットだけでそれだけの意味があると、ね、と取るのは間違いです。つまり、どうしてね、テイクに持っていくかという意味が付されることがあるかといえばですね、例えば、please take this parcel。この小包に取っかかりなさいというふうに言ってるんですよ。取っかかって、そのパーセルが to the post office。つまり to は到着、ね、到達ですね。到達を表すから、郵便局に到達させるということですね。だから、やっとこの take と to で持って行ってくださいとか持っていくという意味が出てくるんですね。あるいは、連れ出すという、連れて行ってやろうというふうに訳していますけども、あなたに取っかかって、あなたが範囲外、つまり家から外へということですね。そして対象目的が for dinner、つまり夕食に連れて行ってやろうといった意味になるし、I will take you、あなたに取っかかってあなたが動物園に到達ということで連れて行くということになるんですよね。つまり、もう一度言いますね。つまり take とか、put でも同じですけども、それ単独で持っていくとか連れていくという意味はないということです。で、最後に take が私たちの心に関したことを述べる場合は挙げておくと書いてありますけども、she took hope from the fact。その事実でホッとしたというふうな、こういうふうな、まあ、表現もあるということです。さて、次に take の動詞フレーズのパターンですね。不思議なことに1、V 感覚というのがあります。これは主導がつかなかったっていうね、とっからなかったと、take、単独で使われている例ですね。で、多くは V プラス O 感覚ですね。VO 感覚。つまり、take a bath というのは言い方ですね。このような、まあ、先ほど、どうですかね、お金を受け取るとか、賄賂を受け取るとか、十分食べるとか、時間がかかるとか、ね、やってみるというふうな、表現ですね。これが VO 感覚ということになります。そしてここではサンプルを用意しました。はい、VO 感覚 take プラス名詞のところをクリックしてください。でまずここに、取る、外す、移す、持っていくといった意味を表すのが take です。take ですね。注意したいのは take は自分の所有にすると、つまり get ということよりも取るという取っかかりの動作を主にして述べる語だということなんですね。だから、持って行ってもいいよと。選択してもいいよ。take either book というね、言い方。take some chocolate。これ take、取っかかります。いただきますということですね。つまり、まあ、店なんかでチョコレートをくださいというような表現です。はい。次は take that medicine。その薬を飲むと。take する。取っかかるということですね。これも、ずっと以前に述べましたけれども、薬は飲むだから飲むドリンクを使う。これはダメだですよということを言いましたね。はい、take a bath。で、これもすでに出てきましたね。take a bribe。はい、ただし、ここでもですね、例えば3は do I have to。私は何かしなきゃならんの。ね。普段何々しなければなりませんかということですね。これから何々しなければなりませんかというのやったら、will I have to ということですね。そして、あの時私何かしなきゃならんかったの、必要があったのというんだったら、did I have to ということになりますね。こういうようなことも思い浮かべて、この教材を使ってください。そして、make it a rule to 何々することにしてるんですよと。いうことですね。make it a rule to。これもすでに登場しましたね。何々することにしてるんだよ。ね、1日に、1ヶ月に1回は彼女に会うことにしてるんだよというような言い方。そして、告発すると。He was accused of。はい。これ of で次に ing 形動詞フレーズ。つまりこれは文法でいう動名詞ですね。はい。take a message, take a seat。ね。椅子にとっかかりなさいという、座れということですね。take a rest。ね。これは休みます。休憩するということですね。はい。take a train。汽車に乗る。take a time。take the bus。はい。you'll have to。ね。あなたはしなければならないでしょうよと。ね。未来のことですね。はい。should we take a bus の、つまり should we take ですね。どちらのバスに乗るべきですかと。そして、13は How long does it take? で、どのぐらいかかりますか？この場合は普段どのぐらいかかりますかというようなことですね。はい、どのぐらいかかりましたか ?How long did it take? ですね、過去においてどのぐらいかかりましたかそしてこれからどのぐらいかかるでしょうかというんだったら How long will it take? ということになりますね。はい、次の take care は be careful とよく似ていますね。be 動詞系列と。で、動的に take care 気をつけてください。そして15はそれがファンクションフレーズになったものです。ね。何々しないように気をつけてください。take care not to、ね、get into trouble。はい。トラブルに巻き込まれるということでしたね。はい。16は I think I take a chance. I'll take a chance。ね。一か八かやってみようと思うんですよということですね。はい。take a cup of coffee っていうのはありますね。飲みませんか。つまり、コーヒー一杯に取っかかりませんかって。非常に幅が広いでしょ。つまり、日本人はすぐに飲むだからドリンクと。ね。もちろんハーブでもいいんですけどね、この場合は。はい、18番は、この take 500 yen coins。500円硬貨が使えるか、取っかかれるかどうか、使えるかどうかと。はい、近道をするというのは take a shortcut。shortcut。つまり前も何回も言いますけども、とにかくもう動詞フレーズを覚えなしゃないということです。take type D、ね。D タイプを取るということですね。何々したいと思うというのは私たちですけども、we would like to、ね。そして、誰が、辞書を持っていったのは誰だという中で、who has taken my dictionary。これは、完了形でしたね。はい。which bus do I take？ はい。これはどちらのバスに乗ればいいのですかね、go to the airport。はい。そして、you may as well。これはよく使います。日本人はすぐに you had better って使ってしまうんだよね。した方がいいよと。で、had better 使ったらしなきゃやばいことになるぞというふうな、ちょっとどういう恐怖を与えるような表現だとも言えるんですね。で、した方がいいかもねというときには、you may as well。ね、そして、あるいは、you might。ひょっとして、you might。MIGHT ですね。You might as well as well. そして、原型動詞フレーズということですね。まあ、いずれにしても、take the elevator とか take the lift といった表現があって初めて You may as well というのが言えるんですね。はい、もっと練習しなさい。take more exercise。はい、take enough food。take a subway。いいですね。はい、take the Yokosuka line。はい、このボトルはnearly 2 liters、この、2リットル近く入るというような表現もあります。はい。そして先ほど出てきた take care、何々するように注意しなさいということですけども、この take care が節を導く場合があると。節を導くというのはどういうことか言ったら、主語と動詞、別の主語と動詞を使ってですね、情報豊かに表現できるということですね。You don't lose your passport again。もう二度とパスポートを紛失しないようにね、注意しなさいよ。次は3ですね。これは VOO 感覚ですね。目的語を2つ取るもの。Take him this note。彼にこのノートを届けてくださいというような言い方です。ね、まあ、持っていくというような take ですね。意味です。で、例えば、あなたに花を取ってあげましょうと。take you some flowers とか、ね。彼らのところにビールを持っていくと。take them these beers。というふうな表現。そして一番よく出てくるのが It took me 5 hours to drive from here to Tokyo というような感じで。で、車でここから東京へ行くのに私は5時間かかったよと。こういった表現ですね。これは非常によく出てきます。何々するのに何時間かかったとか、ね、どのぐらいかかりましたかといった表現ですね。これも同じこの VOO 感覚のフレーズのパターンで表現されるということになります。この Take me 5 hours を5段活用のテーブルで表してみると以下のようになります。で、この現在形動詞フレーズですね。これは肯定形だけに使われます。で、時々私には5時間かかるんですよとか、ね、普段5時間かかりますといった表現ですね。そして2は5時間かかりましたという過去形ですね。で、言うまでもなく1、2の否定形ですね。普段かかりませんとか、ね、かかりますかといったときには、これ全部3の原型動詞フレーズになります。はい。もちろん、かかりました、かかりませんでしたとか、かかりましたかという過去形でも、これは3の原型動詞フレーズになりますね。はい。そして2は過去の一時点のことですね。5時間かかったよということですね。3は未来形と、そして、情緒表現ですね。はい、私には5時間かかるでしょうと。It will take me 5 hours。そして、It may take me 5 hours。5時間かかるかもしれません。5時間かかるはずです。It can take me 5 hours。といった言い方。はい。進行形は、It is taking me 5 hours。5時間かかろうとしています。そして5番は完了形。まあ、完了を表すと、そのままの意味で言うと、5時間かかっちゃったんだよというふうな、It has taken me 5 hours というふうな表現ですね。次に VOC 感覚ということですね。つまり、目的語、保護を取るというものですね。ところが、この表現というのは、実は take it easy ぐらいのものですね。よく使われるのは。で、気楽にあると。この気楽にっていうふうに、日本語では何か副詞のような感じになりますけども、easily じゃないです。形容詞です。つまり、気楽な状態で it、物事ですね。物事に取っかかるよということですね。そしてですね、もう言うまでもありませんが、一般動詞フレーズ、5段活用、take me 5 hours を上に上げておきましたね。それの同じような、どうですかね、パターンでですね、take もしくは takes it easy、ね、took it easy、ね、take it easy、taking it easy、taking it easy というふうな表現がですね、頭の中で、スーッとこう、並ぶかということですね。もちろん、すべてのことを表現しなさいじゃないですよ。その場面に応じて、今ね、気楽にやってるんですよって言うんだったら4ですね。I'm taking it easy. ということですね。で、これからね、気楽にやるつもりですよと。I will take it easy. ね。あなたはね、気楽にやらなあかんよと。You have to take it it easy、ね、you must take it easy、ね、といった表現がざーっと並んでいくというのが本当の英語学習なんですね。そして最後に two word verbs 一文だけ挙げておきました。You take after your father、ね、あなたはお父さんにそっくりだねというような表現ですけども、これは英語の発想では You take yourself after your father。 あなたはあなた自身に取っかかってるよと。ね。あなたのお父さんに、を追ってね。追ってるような状態でね。というようなことですね。はい。このようにして、two word verbs を捉えれば、決してですね、丸暗記の世界ではなくなると私は思います。